仲間ならここにもいるよ。吹雪さん。吹雪さん、なんでここに。今僕はオリオンの訓練生になりすまして、オリオンの不正を調べている。え？彼には以前から連絡を取ってジャパンの情報を流してもらっていた。もちろんジャパンに及ぶオリオンの手を寸でのところでガードするためにね。じゃあスパイって吹雪さんのことだったんですか。ああ、お騒がせして悪かったね。とはいえ敦也には見抜かれていたけど、彼がいなければ稲妻ジャパンのダメージはもっと大きかっただろう。みんなに隠れてやっていたのは申し訳なかったけどね。オリオンを変え、本来のサッカーを取り戻すという考えに賛同して、僕はオリオンと戦うことにしたんだ。そうだったんですね。新庄さん、俺にも何かできることはありませんか。オリオンを変えるためにはオリオンのやり方を正面から打ち破る必要もある。それは君たち稲妻ジャパンの役目だ。だったら俺は試合を勝ち進んでいくという形で戦います。ああ、それが君たちの戦いだ。では新庄さん、僕はそろそろ戻ります。ああ、じゃあ稲森君、またね。はい。